陸軍大将。熊本県上間式郡朝日村出身。林県八の次男として生まれる。正常学校、陸軍幼年学校を経て、1897年11月、陸軍士官学校を卒業、翌年6月、不評少尉任官。不評第13連隊副官、同連隊補充大隊中隊長などを歴任。日露戦争では、 不評第13連隊中隊長として出生した。神戸第一師団副官などを経て、日露戦争のため中隊した陸軍大学校に復興し、1908年11月陸大を卒業。不評第13連隊中隊長、参謀本部員、山口連隊区司令官、不評第3連隊長、陸軍風評学校教育部長、欧州出張などを経て、 1923年8月、陸軍省将に進級。不評第30旅団長、朝鮮軍参謀長、陸士校長などを歴任し、1927年12月、陸軍中将に進級。教育総監部本部長、第一師団長、東京警備司令官などを経て、1934年3月、陸軍大将に進み退名、予備役に編入された。 2.26事件発生に伴い、1937年2月、陸軍高等軍法会議藩士を命ぜられ、磯村年陸軍大将らと後派尿になった。後、大日本少位軍人協会会長を務めた。ありがとうございます。